フリードスパイクには、いくつかのもちろんグレードが、あります。大きく分けてエアロと、ノーマルの顔立ちがあるんですけれども、今回乗ってるのは G ジャストセレクション。まあ個人的にはエアロのあの顔立ちも結構捨てがたいとは思うんですよ。最近のあの大きなミニバンの押しの強い感じがすごくよく出ていて、まあ、それはそれで魅力なんですが、ただせっかくこういうシンプルに何にでも使いこなせそうな車という意味でいくと、ちょっとこうデコレーションが強すぎるかなと。で、まあ、フリードの長所っていうと、これはまあフィットもそうなんですが、トルコン付きの CVT を採用したことで、まあ、出だしが本当にスムーズですよね。あの CVT にありがちな、最初にこうちょっともたついて、後からエンジンの音の後から力がついてくるような、そういう感覚がないので、まあ、乗っていて非常に、気持ちいいです。乗っていて何もこう、引っかかるところがないっていう車の作り方もまた、これはまあホンダの得意とするところかなと思います。まあ、それとフィットおよびフリードで、まあ、すでに証明されていますが、実用燃費がやっぱりそこそこいいと、ハイブリッドとかそういうものに頼らなくてもそれなりの日常燃費を稼ぐことができるというのもこの車の魅力の一つだと思います。あとこれはあのフリードに限らずなんですけども、最近のホンダ車の優れているところっていうか、まあよく考えてるなっていうのが視界の良さです。これはピラーの内側ですね、ピラーの内側のデザインであるとか、まあもちろん絶対的なガラス面積を広げるとか、まあそういういろいろな工夫で、実は非常に見晴らしがいい、そのあたりも運転しやすさに大きく寄与しているところだと思います。高速道路に入ってみました。まあ、基本的にはフリードと全く同じ走りです。で、フリードっていうのも実は、まあ、さっきあの運転する喜びとかそういうものとはっていう話をしましたが、まあ実はこうやって乗ってみるときちっと走りますし、テストコースなんかでね試してみた時は、まあおそらく同じクラスのコンパクトカーの中では、素直に、それかまあ楽しもうと思えば楽しめるような領域まで、ついてくる、車には、仕上がっていると思います。まあこうやって高速道路を走っててもきちっと安定して走りますし、まあ、何かこう不安になるような部分もありません。この手の背の高いね、小さい車に乗るとどうしても高速道路っていうのはいろんな、不安感とか揺れとか、まあ継ぎ目から受けるショックとかが気になったりするもんなんですが、まあ、割と、リーズナブルな範囲で、それを乗り越えて走ってくれるような気がします。フリードスパイクを買っている層というのは、6割ぐらいが男性だそうです。子離れ層から、あとは独身の男性も多いらしいですが、まあ結局は趣味に活用したいという思いで、買っておられる方が多いと思うんですけれども、まあ根はフリードですので、まあ、運転のしやすさでいうと全くフリードと変わりありませんということで、女性の方が乗られても何の違和感もなく、何の不安もなく乗っていける車だと思います。改めて感心するのは、日本車っていうのはこういうその機能とか日常性とか実用性っていうところに関して言うと、本当に日本の街の中を走るのによくできている。でそれをこう極めようとしているのが、まあ、数あるコンパクトカーなわけですけれども、まあ、今後はこのフリードスパイクのように、小さなミニバンスタイル、トールワゴンスタイルの車でもいろいろ遊びに特化したり、
デザインに特化したり、そういう車がいろいろ出てくるんだと思います。ね、もうじき、トヨタのラクティスなんかもね、モデルチェンジするという噂ですから、まあ、そのあたり、いろいろ車を見比べて、次の楽しい愛車選びをしていただければなというふうに思います。